10月17日土曜日朝6時20分のホームポイントは、かすかな不潮話が背後から吹いてますね。海はかなり潮が引いてます。今日大潮ですね。筋のようなうねりはありますが、ショアブレイクほぼフラットですね。ホームポイントの右もかすかなオフショアで、筋のようなうねりがドカーンとショアブレイクですね。まだちょっと薄暗いので目ではよくわかりませんが、霧雨のような雨が降ってますね。今傘を差しながら撮影しています。気温は12度ぐらいしかないですね。ウィンドブレーカーを着てきて正解でした。風はかすかなオフショア。小雨が降ってますがオフショアなので傘差していても全然問題ないですね。海には筋のようなうねりは入りますが、ショアブレイクほぼフラットですね。ここのところずっといいうねりは入ってたんですけど、今日は入ってませんね。今オフショアが強めに吹いてますね。